どうやって飲むんだ。どうやって見るんだろう。どうやって見るんだろう。どうやって見るんだろう。コンテンツ栽培中。あ、できてる。できてる？本当だ。その URL を貼ったに。でもこれさ、コメント見れないよね。ここで見たらいいと思う。見れるさ。ちっちゃ。あ、すごい遅れてるのか。遅れてる。ちょっとちっちゃいかな、これ。BGM。コメント見れる？ここでコメント見れるじゃん。チャットか。うん。あ、来た。こんばんは。BGM 流して、BGM。BGM 怖いじゃん、YouTube。著作権が怖いから。フリーのやつ流してよ。YouTube、著作権怖いよ。フリーのやつ流してる人いるよ。こんばんは。こんばんは。コメントが来たら、ここで見れるじゃん。なるほど。うるさいか。長いと。難しい。遅延があるから難しい。あ、長いてるね。うん。オッケー。ちょっと喋って。こんばんは。ワイヨでーす。聞こえてる？いい感じ？うん。自己紹介して。自己紹介、うん、自己紹介、うん、今これあ、あ、すごい、こんばんはって来てる。こんばんは、ありがとうございます。今日は6月10日の花金ライブ。インスタから見させていただいて YouTube も登録させていただきました。いつもやらせされてます、ありがとうございます。でもさ、うん、どうやって質問に。ひねりさん、ゆいさん、ジミーさん、こんばんは。ね、確かに。これで流しちゃったらさ。じゃ、これがあるからまだ。それでコメント見て、これで質問見る。今日は。みなみなとさん、こんばんは。すごい。みんなに挨拶していくスタイル。しんおんさん、こんばんは。お二人のライブとっても楽しみにしてました。ありがとうございます。これ聞こえてますかね？BGM とか、いい感じ？聞こえてるかな。遅延が結構あるからむずい、ね、うん、ちょっと YouTube ライブ初すぎ て, すぎてめっちゃバタバタして1分前までできるかわからなかったんですけど、バタバタすぎたね、ちょっと、うん、ちょっと認証すら危なかったから危なかった。なんとか始めることができ、あ、聞こえてますって。 ありがとうございます、ゆみさん。今日はちょっと広く取りすぎたかな、恋愛について。でもけちょい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 結構質問来てから、うん、BGM ちょうどいいです。ゆいさん、ありがとうございます。庭猫さん、こんばんは、聞こえてます、ありがとうございます。早速でもみんなからもらったやつを答えながら、うん、ありがとうございます。 DM くださった方、ありがとうございます。この絵どう、みんな可愛くない？可愛くない？これおしゃれ。ワイヨの腕がちょっと筋肉質なのが盛られてる。そんな太くないけど、もっとガリガリ。もっとガリガリだから、ちょっとかっこよくなってる。
ちょっと恋愛相談をいただいたので読みます。全部メモにしたの、うん、なんかあるあるとかも送ってくださった方いたので、え私読むからコメントとか読んで。わかった、コメントなんて、めっちゃかわいい、わかりますファンです。かわいいよね、この人がファンです。ファン1号。ちょっとお悩みとか喋りながらあるあるとかも言っていこうかなと。皆さんもちょっと飲み物を準備して乾杯しなきゃいけない。あ、そうです。あ、アーカイブは多分、ね、自動で残ります。はい、残します。残らず。みんな何飲んでますか？梅酒飲んでるよ。乾杯。乾杯。みんなも何かをちょっと飲みながら。はい、飲んでください。じゃあこれはちょっと匿名希望かどうかわからないので、ね、名前を出さず、はい、全部を。K から始まるあなた。いるかな。はい。ゆふこさんとわよさんの馴れ初めいつも楽しくキュンキュンしながら拝見させてもらってます。ありがとうございます。 YouTube 解説もおめでとうございます。早速チャンネル登録させてもらいました。私は今4歳年下の彼氏がいるので、年下彼氏年上彼女のあるあるを送らせていただこうかなと思います。これあるあるですね。あるある。はい、1個目、彼氏が年下なので何かできたらご飯作れる、運転できるなど些細なことで大絶賛。できなくても年下だから仕方ないもんねと仏顔で許せる。これは分かりますね。分かるんだ、女性目線だから、はい、うん、確かに年下彼、年上彼女あるあるとかあるのか。許せる、何かできた、あ、うん、褒めてくれるってやつね。そう、もう何でもよくなっちゃうよね。感じてる？それ。感じてるかもしれない。この人懐広いなって感じてる？私でもあれだもんね。基本なんかさ、うん、年上女性に囲まれてきた確かに人生だから、そういうことが多いかもしれない。職場とかでも。甘やかされてきたの。だってさ、思ったよ、実家に行った時にこの人可愛がられてるって思った、ね、可愛がられ慣れてるからね、あきっと、感じてます、うん、じゃあ2つ目、真面目な時と甘えてくる時のギャップにとにかくもだえる。真面目な時真面目な時がない、もしやそんなことある。普段逆に真面目だろ。真面目っていうか感情がないからね。感情がない。なんか私さ、その感情がない時代を今書いてるじゃない。慣れ初めでね。でも結構感情あるよね。ワイオは。ですね。リアル漫画。漫画のワイオは。漫画のワイオ結構。でも心の声をやっぱ書いてるから。そう表には出てない。そうだったよっていうのをね、反映させてるから。だって分かんなかったら、だってさ、私どちらかというとさ、私はさ、そんなに自覚がないまま付き合ってるわけじゃないですか。確かに。だからそうなるともう何もない感情ゼロの漫画になっちゃうから。確かに。だから感情は出していかないと。あんだけ心の声が出てるからわかるけど、うん、あれを全部無表情でやってると思ってもらったらリアル。なんかそうだからさ、なんか肩もたれかかったりとかさ、手つないだりとかさ、いやいやわかるやろって多分思ってくれてる、読んでくれてる人もいると思うんですけど、全部無表情だから伝わってないのよ実際はね。怖いけど無表情でやってる。そういうこと。あとは愛情表現めっちゃ直球でくる。これでもどうなんだろうね、人によるね、うん、結構でも下なんじゃない、うん、もう犬系みたいな。犬系、
き好き好き好きみたいな、そういうことなのかな、この方のこの方のあとはたまにちょっと背伸びして頑張ってる姿にキュンキュンする。お背伸びして頑張ってる、あんまり頑張ってくれない、なんかサプライズとかしてほしいのよ私はね本当は頑張ってくれ、でも背伸びして頑張ってくれてほしいですね。あ、私はやっぱそうだ、もたれかかるシーンめっちゃキュンとしてました、うん、今まさにインスタで漫画に飛んできました。おみみさん、ありがとうございます。こんばんは、こんな人ですこんな人です。あともたれかかる、うん、あのシーンは良かったです。わかる、誰なの読者だからあれもでも何の変哲もないテンションでやってるからね、うん、やっぱあれやん、リアルの中に、うん、リアル2割嘘8割ぐらいで本当に眠いけど、うん、でもここでもたれかかっとかなきゃなっていうやつあ、すごい、うちも年下旦那だって、あら、いいね、お仲間ね結構読んでくれてる人多いよね、年下旦那とか、結構多いのかな、年下彼氏とか、ね、なんかやっぱ今は装飾メンズが多いからそういうこと、うん、あんまりでも周りにいないんだよな、年下の旦那さんとか彼氏とか、うん、同い年か年上、でもこっから増えてくのかもしれないね、でも確かに年代的に、うん、お次は最後、こちら側が若返る、あ、若返る、いやでもあなたおじいちゃんだから確かにななんか若々しくてピュアなタイプの年下くんではないおじいだから、ね、おじい、そう、これ伝わるかどうかわからない、おじいなんで、おじい感をまだ出してない確かに、まあ、日常編書いてないから、確かに土日とか朝5時に起きてる朝5時に起きて朝5時に自転車でコーヒー飲みに喫茶店おじいなんで、おじいとおばあだから、ね、やっぱみんなキュンキュンしてる、ね、誰かかったのわざとってとこでキュンキュンキュンしてるだって、あ、やっぱキュンキュンすんだね、うん、少女漫画っぽいもんね、ああいうの、うん、いいよ、わかる、少女漫画読んできたからわかる、うん、朝5時起き、起きる、5時に起きちゃうもんね、なんか、うん、次は次は悩み行こうかな、あ、お悩み、いいね、うん、お悩み、そうだね、アーカイブを見てくれるか、うん、いるかもしれない、うん、Cさん、Cさん、いつも楽しく共感しながら漫画を読ませていただいてます。私は30歳女ですが、職場恋愛で2歳下の後輩彼氏と付き合って、やがて丸4年になります。職場の人たちには付き合ってることは内緒にしてきましたが、そろそろ結婚に進む予定で、カミングアウトの時期が迫ってきています。めちゃくちゃ緊張&恥ずかしい&怖いです。お二人が職場の人に付き合ってることをカミングアウトしたときは、周りはどんな反応だったのか気になります。もしかしたら今後の漫画で書かれるかもしれませんが、カミングアウトしたとき、はい、カミングアウトしたときっていつなんかその漫画な何話3話4話ぐらいに書いてた、なんか年下の先輩、可愛い美人の年下の先輩は佐藤さんね、うん、そう、よく飲みに行ってて、3人とかでも同期の他の子とかでも、で結構何人かで飲みに行ってたりして、結構その時はでも3人で行くことが多かったか、うん、佐藤さんと私とワイオで3人で行って、でも大体私が家に帰ってあなたたちが2人で飲みに行って結構酔った段階で呼ばれるっていう、そうそう家から自転車で行くっていうね、そう、むちゃ遠い、うん、
なんかその佐藤さんの行きつけのバーみたいなお店みたいなとこでよく飲んでて、で別に付き合ってからも変わらず3人とかで行ってたんで、即バレしたね。即バレしたね。即バレした。佐藤さんにはすぐバレたね、うん、結構だから私と佐藤さんが仲良くて、でなんか前の今までの恋愛話とかもよくしてた中で、なんか彼氏できましたって言ったのに細かいこと言ってこないから怪しいなと思ったってすぐ言われて、うん、まあそりゃそうだよなと思うけどね。全体にあれだもんね、もう、うん、結婚会議みたいな。そうそうなんかそのだいたいああいうお店とかって朝礼とかやるじゃないですか。でその入籍するのが休みの日だったんで、ちょうどでその最後 の, その休み前の修礼みたいなので入籍しますって言ったんで、ほぼほぼでも そこで、あのどうなんだろうね。いやでもそこじゃない、知ってる人もいたけど、だいたいそこで、うん、後輩の男が泣いてたもんびっくりすぎて、うん、びっくり泣きしてたもん、うん、なぜか。そんな、なんかでも私以外にもそのなんか同期が女子ばっかりで、だから女子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 あなたみたいな感じだったじゃんでなんか後輩の間ではだから誰だみたいなきっとこいつ彼女いるだろうな話しぶりからみたいな。なんかサービス業だったんで結構お客さんとそういう話とかになったりする仕事だったんですよ。なんか彼氏いるの彼女いるのみたいな。で いや、いないっすねみたいなので、いやこいついるぞみたいになってでなんか仲みんな仲良かったから彼女誰だみたいな状態にはなってたらしいけどみたいな感じ、うん、ずっといないって言ってたけどね最終もあれだもんね、結婚指輪してたもんね後輩になんかあの営業日じゃない日、なんかその棚卸し的なそういう準備の日とかに呼び合わせてたのに誰も突っ込まれないっていう。だから後輩の男に指輪な、あれなんか薬指に指輪してませんって言われたから、してるよって言って、で結婚したんですかって言われたから、いやしてないよそう本当にしてなかったから、それだけで指輪作ってもう指輪できてから入籍までちょっと日が空いてたから、でももう指輪できたし別にいいかと思って、うん、してたけど、うん、してないよって言ったら、うん、あこいつこれもう多分触れちゃダメなんだなっていうので何も言ってこなかったアクセサリー自由だったから、私はだってさ他の指にも指輪つけてたから、うん、あんまりこう確か言われなかった。懐かしいよね。懐かしい、うん、で何緊張した明日はしたけどね。やば、今日言うんだ。あ、まあ、まあまあでも、うん、でも丸4年って私たちより長い先輩です、うん、先輩です、全然先輩、うん、いいね、うん、楽しいよね。めでてえわ、うん、おめでたい、おめでたい。でも別に佐藤さんもそうって感じだったし、その同期の仲いい同期の子に言った時もふーんって感じだった結婚するよって同期の子に言った時もふーんって感じだったし、まあ仲いい人別におめでとうって感じ、うん、ちょっと特殊だね、うん、それはそんな変わらなそうな気はする、うんうん、次R さんR もうすぐ21歳になるのですが、彼氏ができたことありません。好きな人もほとんどできたことない気がします。最近は友達に話すとええと言われ、自分でもさすがに21になるしやばいなと思ってるけど、めちゃくちゃ彼氏が欲しいというわけではないです。たまに欲しいなと思うくらいです。あと来年から社会人なので、学生のうちに恋愛したい気持ちもあります。長いですがこれが悩みです。やっぱりいろんな人に紹介してもらったり出会いを求めに行った方がいいですかね。長くなってしまいすいません。いつも楽しく投稿見てます。ありがとうございます、うん、初めて、あなた早い、早咲きの人早咲き、ね、彼女ができた。結構なんか
なんか私は遅いタイプだから。いつよ。でもなんか付き合おうみたいなのは高校2年生から。あ、なんかちゃんとそのちゃんと付き合ってるみたいな、なんかもうさ学生時代の恋愛なんかもうさ出かけて終わりみたいな感じなんかそういうの抜いてちゃんと彼氏ができましたっていうのは本当に22とか3とか大学出てから。あ、でもかな。そう、この人はでももうマジで出てきたことないってことでしょ。うん、でも学生のうちに恋愛していた方がいいって気持ちもあるってことは、うん、ちょっと遊びてえなぐらいの気持ちもあるけどってこと。でもなんかそのでもよくないな、遊びたい遊びたい男と付き合うのはよくないなんか恋愛ということをやっぱりさ経験しときたいなってことじゃない。やっぱさその付き合って別れてとかってさやっぱ繰り返すとさ成長していくじゃん確かに絶対さ最初にってなんか、うん、私は結構なんかレール通りの恋愛をしてる。レール通り。だからなんか最初に付き合った人はなんか付き合ったけどなんかそこまで好きになれなくてなんか会うのめんどくさくなって別れるみたいな。でなんか好きって言われて付き合ってみたけど好きになれなくて別れる。でめっちゃ好きになったけどなんか向こうが冷めて振られるとかそういうなんかさ段階を踏んできてるわけ。だからそういうのはでも確かになんか恋愛したら。恋愛以外ではさやっぱなかなか学べない感情じゃん。確かにそれはそう、うん、失恋ってだってさもうゲロゲロじゃんこの世の終わりこの世の終わりじゃん。もうそう確かにな、うん、そういう意味ではなんか恋愛しようっていう気持ちで出会いを増やすっていうのはありじゃない。なんかその本当に付き合ったりしなくてもいいと思うし、うん、なんか無理やりそういうなんか誘われて行ってみるとかなんか合コン行って飲みすぎてお持ち帰りされるとかっていうのをやんなくてもなんかその恋愛しようって気持ちで人と会うっていうのを繰り返していけば何か生まれそうな気がするけど。 あなたやっぱさすがですね婚活アプリを使って、はい、私はもう恋愛しようとしてしたことがないけど、ね、モテ男みたいな。いや、いやもうさ、うん、これは極端な例だけどさ、私なんかはもうちょっと触られたらさ、あ、好きかもってなっちゃうやん。やっぱバカだからさ、それぐらいのやっぱレベルのさ、単細胞で生きてるとさ、うん、恋愛をしようと思ってしたことがないもんね。だいたいもういつも、いつでもやっぱこう気になる、あ、そういうタイプ、好き、まあ、気になるみたいな人が何人もいて、ね、みんな好きだなみたいな。小学生じゃん。それこそもう中学校の頃なんて同時に、うん、本当に同時に2人の人を好きになったのよ、うん、でしかも2人とももう2トップぐらいの人なの。あ、マドンナ的な。あ、そうそうそう、いっぱい多分好きな男どもがいるわけよ、下には、うん、下にはそう、下層にはね地下にはいるんだけど、でそのでも2トップのうちの1人の人のことが、うん、もう中学3年間好きだったんだけど、うん、でも3回告白して振られたもんね。あ、なんか聞いた気がするわ、うん、でも確かにいろんな人と付き合うのは大事かもしれない、うん、もう砥石だから自分をこう研いで研いでで最終的にどの的に刺さるかみたいなところ、うん、でもやっぱ女の子の方が多い気がする。こういうなんか好きになれる人ができませんみたいな。あ、それはちょっとあなたが魅力的すぎるでも男の人はさ逆そっちの方が多いじゃん多分。なんか好きになってもうまくいきませんみたいな、うん、まあでも無理してする必要はないと思う。そうだね、なんか慣れてったらいいと思うよ。やっぱり回数回数付き合うまで行かなくてもやっぱ出会う回数、逆にこうなんか気の合う男の人みたいな、うん、遊びに行くとかの人とちょっとボディタッチ増やしたら多分男は好きになる、うん、なんかさその恋愛別にしてもしなくてもいいじゃんぶっちゃけね。別に結婚願望なかったらしなくてもいいと思うし、別に彼氏作りたくなければ作んなくてもいい。めちゃくちゃ彼氏が欲しいというわけではないって言ってるからね、うん、でも多分好奇心はあると思うから
なんかちょっと勉強みたいなつもりで、なんか歴史とか数学みたいな気持ちでさ、なんか恋愛指南書とか読んでさ、なんかここで太ももを触っていやどうなるかとか、それにされるかでしかわいそう、手を触ってどうなるかみたいなさ、その例えばそれこそマッチングアプリで会った人とこの人には今日これを試してみようみたいなそういうのやっていけばさ、ちょっとなんかそれでさ、なんか多分好かれることもあるわけじゃん、どうなんだ、うん、でも好きになられたことはきっとあると思うから、うん、そもそもなんか好きって言われても多分そんな気になれないみたいな感じだと思うから、とにかく顔が好みな人と出会ってなんか試してみるみたいな、なんかさ好きになっちゃうとできないじゃん、なんか触ったりとかさ、嫌われたくないから触れないとか、でも別に好きじゃなかったらできるじゃんだから好きじゃなかったらできるの怖い、だから顔がタイプで恋愛感情が湧かない人とご飯に行ってボディタッチをしてみてくださいそういうこと、怖い怖い先輩次すごい、主人と一緒に見てますが、主人もお二人の漫画を見ていたみたいで、すごく素敵な二人、すごいありがたい、嬉しい見ていたってことはあれなんだね、別々で見てたってこと偶然、ありがたいね、ありがてえ、次、あ次、長めのご相談です、 K さん、 K さんいつも拝見してます、 YouTube 楽しみにしてます、恋愛ということで聞いてほしいことがあったのでそれを相談という形で、相手はマッチングアプリで1月に知り合った2歳年上の人でした、相手は1人お付き合い、2歳年上の人、相手は1人お付き合い、1人体の関係のみのお付き合いしかしたことがないみたいです、その人がね、1月に知り合いましたが通話とかやり取りをしてて実際会ったのは2月で、惹かれ合ってお互いいいなと思ってましたが、4月に告白をすると最初は好きだったけど今は友達かなと言われました、諦めようとした時に友達の関係を続けたいと言われ初めて友達の関係を続けました、私は振られたらかからない人です、初めて友達の関係を続けましたがやっぱり未練が残り、5月に相手に9月になっても好きな人や付き合ってる人がいなければ付き合おうという話をしました相手も了承してくれたのですが、こんな強行突破のやり方でもし相手がいなくて私と付き合い相手は幸せになるのか、むずい、マッチングをまだしていていいねももらっているので9月までにいい人ができる可能性もあります、普通の目から見たらやり方が良くないのか、振り向いてもらうには出会いって難しいですねっていう、難しい、ね、だからマッチングアプリで知り合った男の人と好きになって、うんうん、しばらく遊んでるうちに告白したけど、うん、手遅れ的な、うん、もうちょっと友達かもねってなって、でもまだ連絡続いてるから、うん、もう9月までこれで遊ぶんだったら、うん、私と付き合ってよって言ってるってことでしょ、うん、それはねメンズが良くないよ一人お付き合いして一人体の関係のみのお付き合いしかしたことがない、メンズが、うんうん、うーん、このその付き合った人はどういう経緯で付き合ったの人なんだろうね、この相手が、うん、体の関係のみはまあそういうことだとして、こっちのなんか唯一付き合ったことがある人が同じく女子からのグイグイで付き合ったのか、彼が好きになって付き合ったのかでまた変わってくる気はしますけども、でもだって最初は好きだったけど今は友達かなってなる男はもうそういう男よ、どういう男、だから2月には好きだったんでしょ、で多分3月4月でなんかいいなこの人って人に出会っちゃったんじゃない、マッチングアプリやってて、でもまだその後も遊んでるんでしょ、うん、だからキープがいっぱい、おいやってんないやーだからそういう分かんない、でも実際会わないと分かんないから、この人の人となりはさ、ね、私にはちょっと文章だけからしか想像はできないわけですが、まあでも9月になったら、うん、とりあえず強制的に付き合うっていう話だな、うん、了解してくれてるんでしょ、でも好きな人や付き合ってる人がいなければ付き合おう、うん、
それ好きな人できたって言いそう。彼のちょっと考えてることがわからないな。どうですかメンツ、メンツどうですか。私はそんな何回も遊んだらとりあえず付き合うかな。だから男女の友情成立する派かしない派かの考えをもう、うんうんうね、確かに。いや多分この質問してくれた方も振られたら関わらない人って言ってるから結構さっぱりしてる、うん、で相当惹かれてるってことじゃん、うん、だからチャンスがあるならつながっときたいなっていうことでしょ、うん、結構惹かれてるってことでしょ、うん、一回も、うん、結構さ、うん、なんか文章とか見るにさ、うん、しっかりしてる人じゃん、うんうんね、結構サバサバしてる人じゃん、うん、むちゃくちゃ可愛いこぶってみたいな、もうやだやだやだ。確かになんかギャップを見せるっていうのがあるかもしれない、ね、なんか結構さ、うん、ちゃんとしてそうだからさ、うん、弱みを一回ちょっと見せてみるっていうのはありかもしれない、うんうん、結構だから何なんかきっちりきっちりしてる感じがするじゃん、やっぱり、うん、9月にとか、あそうだね。日にちをね、うん、そうそう、なんかここまでこうだったらこうみたいな、だからなんかもう感情で思うがもま一回動いてみたらいい気はするけどね、うん、なんかどうなんだろう、いつもこの友達として会ってる時はどういう感じなんだろうね。来週の日曜日会いましょうなのかな、それとも今から会えるなのかな。今から会えるって会えるはないです、ね、したことないんだったらやってみるとかさ。確かに、ね、今日の夜どうみたいな、会いたいとかさ、あんまりなんか言ったことなさそうじゃん。確かに、文章の感じで、ね、会いたいはいいかもしれない、会いたいとかさ、寂しいとか声聞きたいとかさ、それで行ってみて揺さぶるのがあるよね。揺さぶる、うん、大事。ギャップと揺さぶるだ、うん、で相手の反応がどうかってところに、 そうね、それで相手の反応見てさ、うん、完璧にもう私ないなのか、うん、いやでもなんかワンチャンあるのかっていうので身体を決めたらやっぱ、うん、もう次に行けるし、うん、でもさ、この一人はお付き合い、一人は体の関係のみのお付き合いしかしたことがないみたいですっていうことはさ、この人はまだ友達、純粋に友達なわけでしょ。だったらなんか全然ありそうだけどね。こうなんかさ、別にその場限りでいいやって ならなかったってことは、あ、まあ確かにそうだね。好きで2月、関係になってね、うん、3月、4月とね、会ってて。確かに。全然ね、粘っていいと。その9月までに、何ができるかじゃない。そう、あと3ヶ月だ、ね、そうそう、揺さぶりに揺さぶったったらいいんじゃない、うん、とりあえずプールだね、プールプールだね。最近のプールさ、ちょっと顔つけない女子多いから、うん、だって化粧落ちるからつきまずいやん。顔つけるぐらいプールではしゃいだらもうちょっと私なら好きになっちゃうけどね。ちょっと特殊なんじゃない、ドロドロになっても顔。それはさ、もう逆に、いや別にさ、まあ確かに嫌だろうけど、うん、それぐらいはしゃいでくれる人の方がやっぱさ、うん、え、プール来たのに何チャパチャパしとんのってなるよ。そうだね、一回ちょっと、うん、逆にもう相手にデート連れてって行ってぐらいの、うん、委ねてみて、うん、デート行こう。そうだね。そしてちょっと続報が欲しい。それ確かに、うん、続報気になるね、この人は。まあ別に強行突破でもない気がするけどね、うんうん、それはありだと思う、うん、なよなよしてるかもしれないから、うん、やっぱ相手は幸せになるのかっていうのを心配しているけれども、やっぱさ、付き合ってみないと分かんない、結婚してみないと分かんないことがあるし、付き合ってみないと分かんないことがあると思うから、もう別に9月になってさ、いないんだったらとりあえず付き合ってみたらいいんじゃない。そう、メンズがいいって言うなら、うん、もう付き合って、別、うん、にやり方が良くないことはないと思います。続報を待ちます、はい、計算して追い込みましょう。なんかアイドバイスが尖ってんだよ。あとは次、はい、次。Mさん、 YouTube
一部おめでとうございます。相談なんですが、私は今年大学3年生になったのですが、大学生になってから一度も好きな人ができたことはありません。さっきの20歳からほぼ同い年ぐらい大学3年生って21か21。サークルやボランティアなどに多く参加しているので、たくさんの人と出会っています。ですができないんです。決して焦っているとかではないのですが、ここまでたくさんの人と知り合っているのに好きな人ができないのは自分に何かあるのかなと思ってしまいます。もともと恋愛経験が乏しく、やっぱり大学生のうちに恋愛は失敗するならしておきたいとも思っていますが、どうしたらいいでしょうか。難しくてすみません。やっぱ多いね、こういう人ね。多いんだね。好きな人ができません。うん、めっちゃよく聞くよ、でも。大学生になっても好きな人できない、なんかマッチングアプリしてても好きな人できない、何やっても好きになれない、やっぱさ、よく言うじゃん、その男の人は大体の女の人のことが好きで、女の人は大体の男の人が嫌いとか言うそんな厳しい世の中だったなのかな、難しいよね。でもこの人は出会いがいっぱいあるわけ。うん、でもね、残念なことに私もどっちかというとすぐ好きになっちゃうタイプだからちょろい2人でいって。そうなのよ。だからどっちかに分かれる。何沢なんだろうね。あ、何沢、何沢かは書いてない。でもボランティアやる系の人でしょ、うん、もう活発やん、うん、だからでも思うんだけどさ、やっぱこういう人ってさ、他に楽しいことがいっぱいあるんだと思うんだよね。確かに確かに、それはそう、うん、やっぱサークルとかボランティアとかさ、いろんな人と出会うのが多分楽しい時期だと思うから、もうね、会えるだけあったらいいと思いますよ。でもサークル入ってんだったらさ、うん、やっぱさ、なんかこう憧れの先輩的なのいないのまたキャンプの時に火起こしてくれるみたいなさそういう先輩いないの。ボランティアの時に率先してゴミ拾ってる先輩みたいないないの。いないか。でも3年生だもんね、うん、もう4年生の先輩はあれか、うん、就活終わってぐらいか、うん、まあでもどうなんだろう、ね、今相談してもらってる人です。だって学園祭委員会、わー、すごい、すごい、何それ、ドラ夜の明るい日向の方です。今憧れる学園祭委員会。私すぐ帰ってたからな、学祭の準備やすぎて学園祭委員会ってすごいね。だから誰か呼んだりしてる人ってことでしょ、うん、結構でもさ、うん、学園祭委員会やったらさ、なんか、うん、出会いありそうだけどな、うん、でも逆に後輩がいいんじゃない、大学3年生大学1年生の後輩なんてさ、うん、ちょろいやつばっかで多分いやでも大学3年生から見た大学1年生なんかもうひよこだよひよこでもさ、うん、ちょうどいいじゃん、だって初めてなわけでしょ。200人とかいるんだって。200人、むちゃくちゃ多い200人、覚えられない。そうだよね、いろんな学部のさ、学年もバラバラな人がいっぱいいたらね。学園祭委員会ってそんなにいんの。あ、いろんな、もう学園祭委員会の中でも分かれてるのか、うん、200人すごっ、選びたい放題ではあるけどな、うん、だから多分そのなんだろう、でもやっぱ楽しいんじゃない、サークルも楽しいし、ボランティアとかも楽しいし、いろんな人と知り合うのも楽しいし、いっぱい喋るのも楽しいってなったら好きな人ってできにくい気がする。うん、確かに。なんか恋愛しようって思わないとできない気がするあ、いやでも大丈夫、心配しなくても大丈夫。その大学3年生で付き合ったことがなくても、うん、そういう人でもいっぱいいると思います。好きな人って自然にできるから社会人になった時かもしれないし、うん、ちょっとコンビニに寄った時かもしれないし、うん、でもそれこそ、でも一回どうなん、ちょっとマッチングアプリの回しもんみたいになって。違う、私が言いたいのは、その今いるコミュニティだからできないのかなと思ったの。そのやっぱ近しいわけじゃん、その大学生、同じ大学とかさ、同じサークルとか同じコミュニティの中で探そうと思うと、なんか無意識でもさ、やっぱいろいろ考えちゃうと思うの。なんかギクシャクしちゃうかなとか、学校一緒だしなとか、こうかなこうかなとか、内部事情を知ってるコミュニティなわけだから、だから一回マッチングアプリやってマッチングアプリの男なんて飢えた獣だけでしょ。マッチングアプリのいいところは、普段知り合わない人と知り合えることなのね。わかる。でもだってさ、マッチングアプリの人たちはさ、うん、もうさ、ほぼほぼ彼女が欲しい
ていうメンズが多いわけでしょ、うん、特にメンズは多分、うん、需要と供給的にさ、うん、そこにやっぱさまださ羊よでも私初めてアプリ始めたの大学卒業すると同時ぐらいだから22ぐらい、うん、で彼氏もまともにできたことないんだよその時。あなたはでもなんか余裕を醸し出す人だから違う、それはね、あなた私の今までだからそのマッチングアプリでいろんな人と喋ってきた経験を経た私と会ってるからそう感じるんだよ私だってもうそうだよ、やっぱ慣れてないよ。この子は素直に育ってほしい、もっとパパお父さん出さないでもう大丈夫、やっぱ女子目線だとただ夜に飲みに行くのはやめてください、昼のランチにしてください。素直にそのまま行けば好きな人できるはず、うん、好きな人できるかもしれないし、すごいあなたのことを好きになってくれる人がいるかもしれないから、うん、その人は逆にちょっとこう、うん、なんだろう、他の人とは違う距離感で接してみてるとなんか、お、私もしかしたらちょっとこの人の気になるかもってなったら付き合ってみたらいい、うん、そうね、うん、好意を受け取ってみるっていうのは一個あるかも、うん、そしたらもうね、学祭に有名人呼ぼう大丈夫、あなた大丈夫、うん、そのままのルートで行ける気がする、そういう和洋さんからの言葉で、まあ、でも多分ね、うん、なんかちゃんとしてるから、ね、ちゃんとしてるよっぽどいい子、うん、でも私多分自分に自信がないからマッチングアプリしてたんだよ。なんか好かれたり、なんかその普通に生活してて私が誰かに好かれることがないと思ったから自分から行かなきゃと思ってマッチングアプリ始めたから、自信がない人ほどやった方がいいと思う。でもあなたは大丈夫これ合ってんのかな、もしあれだったらマッチングアプリも要検討、続報お待ちしてますはい、次、こんばんは。最近えふこさんのインスタに出会いました。私も気になる男性が3つ下なので興味津々で読ませていただいてます。私はドラッグストアに勤務していてインストラクターという役職です。担当エリアの40店舗を毎日転々としています。40店舗、そんな担当店舗の副店長をしている方しているのが気になる彼なのですが、初めて彼の店舗に行った時に付き合ってる人いますかと聞かれました。社内恋愛が多いので単にどこかの店舗の人と付き合っているか気になっただけかと思います。彼の店舗に行ったら毎回次はいつ来ますか、楽しみなので早めにお願いしますと言われます。これはただ私が怖くない、話しかけやすいからなのか何なのか、連絡先など聞かれる感じはなくどういう心理なのか謎です。話す波長も合い居心地がいいなという感じなのですが、私も奥手なので連絡先聞けたりできずにいます。ゆきゆきさんありがとうございます。私もダメだったら間違えばいい。そうだね、あの不安だったら相談してくださいマッチングアプリもおすすめがあるかもしれない、はい、この人はでも、うん、すごいね、インストラクター40店舗の前、うん、忙しそう。でもさ、付き合ってる人いますかって聞く心理はどうなの、メンズ。付き合ってる人いますかって聞く心理か、うん、直接聞かないからな私は。もうそのままは仕入れる情報聞いてくれる情報、仕入れる情報そんなでもさ直接、そう、逆に考えたらさ、直接聞くってしたらもう意識してほしいから直接聞いてるんじゃないのと思っちゃうけど、ね、文章だけ聞くとすごい好きそうな雰囲気あるけど、うん、その何さんが F さんでしかも副店長でしょ、うん、F さんはもうインストラクターでしょ、うん、また上じゃん、うん、店長の上じゃん、うん、上司だよね、多分憧れプラス、うん、バリバリ女子かっこいいみたいな感じいくつか知らんけど副店長、うん、スーパーの副店長って言って結構もうおじいの人ですよね若副店長ってこと、うん、でも若い人も多いんじゃない、多いんかな。明日お仕事なんで、あとはアーカイブにさせてください。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。よかった。よくあの、もごもごしてるって言われる。でも、すごいな、スーパー。でも、うん、客観的に見るとというか、うん、
私目線だとむちゃくちゃ好きそうだけどな、うん、その子は副店長、うん、いやそう思うよ私も。なんかその反応でなんかそのいつ来ますかとか付き合ってるしますかっていうのの反応で自分に対する好意を確かめてるような気はするけどね、うん、逆にさこの人がさ、うん、冗談言えるぐらいのタイプの人だったらさ、うん、え私のこと好きなのって、うん、ちょっと言ってみたら、ね、確かにそしてちょっとさなんか、うん、おどおどしたらもうさらもうビンゴ確かにやっぱその何やっぱちょっとやるのが大事です最初のあの相談の人もそうだけど、ね、そうそうそう人まで人までするのは大事かもしれない。やっぱそのなんかやっぱ社内恋愛とか会社ってさやっぱある程度距離が遠いわけじゃん、うん、そこでやっぱさたまにこうちょっとギュッて距離を縮めるっていうのは大事だと思うな。あとはもうそのスーパーに行った時に副店長を見たら、うんうんうん逆にちょっと駆け寄ってみるとか、もしそのスーパーのが最後のとこだったら、うん、ちょっとご飯誘ってみるとか。いやでもやっぱ自分から誘うのは奥手女子にはちょっと難しいよ。奥手女子か。奥手女子に連絡先だって聞けないんだもん。でも連絡先やっぱ聞かれる感じがないっていうのは普通になんか職場だから聞きづらいんじゃない？上司にだってさ確かに個人の連絡先聞くのもきついな。エリア回ってる超上司に副店長から連絡先聞けないんじゃない確かに逆に、うん、なんか仕事以外の話をちょっとしてみてさ、うん、あそれは確かにそうだ、ね、共通点があったらさ、うん、じゃあ私なんか私なのかその店長聞いてくるか分かんないけどさ、うん、なんか今度これ何々しますよみたいな感じで連絡先聞くのはありか、うん、でもなんか多分こっちそのこの方からその副店長の彼になんかプライベートの話題振ったら連絡先聞いてくれると思うんだよね。確かにそんだけグイグイ来るメンズなの、うん、なんかその長期戦でいいならさ行くたびになんかご飯の話してみるとか、 なんか好きな食べ物の話でも何でもいいけど趣味の話とか。分かった、インスタ見せて、うん、最近ちょっと気になってるアカウントがあるんだけどって言って、うん、F 子と Y をちょっと見てもらってむずこれなんだけどって言って直接的なそしたらあインスタアカウントやってんだフォローさせてよって言ってそっからインスタの DM からの恋愛もあるよ、うん、LINE じゃないちょっとそれはな世代が違うからうまくアドバイスできないけどでもやっぱなんか振ったら聞いてくれる気がするよ。そうそうインスタでもいいしさなんかこういうのがあってさとかこういうの気になってるんですけどなんか知ってますかとかさ、なんか相手が知ってそうなことを聞いてみたらさ、うん、今度じゃあご飯だったらさ今度じゃあ何々食べに行きましょうって自然にさその誘われることを言っちゃうみたいな。でも奥手女子よ。いや奥手だからこそでしょ。やっぱ自分から誘えないからその周りに聞ける、うん、その作戦で行こう。あとはもうちょっと進展したら、うん、愚痴を言おう。愚痴あなたにしか言えないけどっていう弱みをやっぱ見せてこう、うん、インストラクターってちょっとなんか強そうだもん役職だから他の例えばそのだからさ副店長さんがいる店舗その担当店舗の副店長さん以外の人よりも副店長さんに3回は多く話しかけるやっぱさ特別感なんか思うのよ。やっぱり人って特別感を感じないだから好意を感じると思う。それはそう。だからなんか特別感を感じさせる何か、だからこの人は今特別感感じるわけじゃん。付き合ってる人いますかって聞かれたりとか、うん、次いつ来ますかって言われたりするからこそ気になる彼になってると思うのよ。確かに。それがなかったら気になってない、そう気になってないと思うから、だから気にさせるようなことをさやっぱするしかないと思う、うん、奥手ならね直接言えない。そうだからなんか私だったらこれされたら気にななんか好きなのかなって勘違いしちゃうなってことを逆にやってみたらいいんじゃない、うん、確かに話しかけるだけでもいいと思いますよ。でも意識させよう、徐々に歩み寄ってこう、意識させよう。次お次お次明日
ストーリー見て DM しました。前回ストーリーで失明させていただき、その後その彼と無事にお付き合いしました。すごい、めでて。彼とは2つ違いです。甘やかしてもらうのですが、なんか恥ずかしさが出てしまう。素直になれないです。エフコさんはどのようにしてワヨさんに甘えていますか？年上彼氏ってこと？そうかな、そうかな、そういうことやな、うん、多分。甘える？甘えようと思って甘えてないくない？いや、それは分からんけど甘えようと思って甘えてないのかな。でもなんだろう、なんかな、でもね、やっぱ人によると思うんだよね。甘えやすい、なんか甘えさせてくれる人、なんかやっぱ昔の恋愛とかをさ振り返ってみてさ、だから私が弱みを見せられなかったんじゃなくて、弱みを引き出せなかったあいつが悪いなって思うのよ。強いな、うん、だってそうじゃない？だってさ、例えばだけどさ、なんかどうしたのって聞いてくれない人にさ相談できないじゃん。まあ確かに。だからその歩み寄りをしてくれる人だから甘えれるじゃないけど、なんか自分のこと話せると思うの、うん。やっぱなんかよくさ言うじゃん、その自己開示をしないと向こうからもその開示してもらえないみたいなさ言うじゃん。言うんですか？だからなんかこっちが自分の話をするから向こうも自分の話をしてくれるみたいなことはさ、それは大事だ。だからそのなんか、あ、でも甘やかしてもらってるって言ってるから、恥ずかしいのはもう慣れしかないよね。慣れしかない、慣れしかないね。もう後ろからキュッ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 ってキュッ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 。甘えてるのかな、いつも。どうなんだ、うん、どうですか、私は甘えていますか？甘えてるんじゃないですか、たまには。でも甘えかしてもらってるってことはさ、甘えてるってことじゃないの、うん、逆説的に。でもそう、多分そうだよね。そういうことだと思うよね、うん。もうゼロ距離になってればすでに。そうね、そっと寄る、そっといて、うん、常にくっついてくる、うん、確かに。無言でさ、年下の女の子はさ、うん、私はその気持ちわからんけどさ、うん、もう年上彼氏だったらさ、スススって寄り添ってきたら可愛いなになるよね、うん、私はもう妹みたいになっちゃうからよかった、うん、でも付き合えたことが、ま、ね、めでてえよ。めでたい。いいね、そわそわしちゃう、そわそわしちゃう。おめでとう、ありがとうございます。おめでとうとありがとう。質問が来てます。えふこさん、わようさん、こんにちは。毎回キュンキュンしながら続きを楽しみに拝見させていただいてます。私も年下夫がいるので勝手に親近感湧いています。質問です。お互いの一番好きなところはどこですか？これからも更新配信楽しみにしています。一番好きなところ、面白いところ。ずるいな、それ言うの。一番好きなところか、面白いところ、うーん、一番好きなところか、考えて考えて。あ、でもこれは持論というか大事なとこだけど、会話できるとこだね。それは大事。なんか、うん、会話できない人っているやん、うん、この人となんか全然会話のテンポ合わんなとか、うん、波長ちげえなってなる人と、うん、まあ、付き合うってなったらあれだけど、うん、結婚するってなったらやっぱそれはめちゃくちゃ大事かもしれない、うん、この先60年この会話合わないのを続けるってなったらちょっとしんどいもんね、うん、確かに。でも確かに会話できるのと面白いのはめちゃくちゃ大事だと思う、うん、だってこの先60年つまんないってなったらしんどいから、うん、なんかそのいちいちストレスがないっていうところじゃだよね。その会話もそうだし、生活しててうんってならないっていうところは大事、うんうん、多分他の人だったらうんってなるなろうなってとこもあるけど、そこが相性っていうのかなとも思うよね、うん、そう、最近さ、そう、なんかね、インスタでエッセイ読んでて、なんかたまたま2連続ぐらいでトイレットペーパーの芯を捨ててないのがイライラするみたいなのを読んだの、漫画で。
これさ、つけっぱってこと？うん？つけっぱってこと？いや、帰っても、あ、置いといた。そう、トイレの中に置いといてゴミ箱にしてないみたいな。それに、なんか細かいけどイライラするみたいなのたまたまなんか2連続で読んで、これさ、うちもあるんだけど、私も捨てないの。私も捨てないし、あなたも捨てないから、から気づいたら4個とか溜まってる。なんならもうだって、この家に引っ越してきて多分2年ぐらい経つけど、一回もそんなことない。だって私が捨ててるもん。4個買いつつ溜まったら私が捨ててるもんだって。それでも、私はイライラしたことは一度もない。でもあ、4つになっちゃったよ。芯に関しては、もう積んでタワー作ったのかぐらいの気持ちでいい。そうそうそう。なんか、4つになったら、もう1個しか乗らないのよ。その中で、ちっちゃいゴミ箱置いてるからさ、その中には入れないんだけど、そこの中に入れたら1個しか入らないから。その上だと4つしか乗らないから、その上に1個乗せて、でもう1個は乗らないじゃん、さすがに。だからマックス5つなのよ。それが楽しめるところが好きです。バカなんだ。そう、でもね、ちゃんとね、言ったらすぐ直すとこがいいと思うよ。分かった。トイレの便座を下げてねって言ったら、もう次からちゃんと下げてるわと思った。それは一緒に住むってそういうことよ、うん、大事。だからイライラするポイントが同じ方がいいよ。確かにここを許せねえなっていうところが、生活のなんか基準がね、うん、それ大事だ、うん、そんなもんか。そんなもん。あとはあるあるですね。ちょっと来てたあるある。夫婦円満の秘訣、同じかな。同じだね。夫婦円満の秘訣は、うん、美味しいもの食べて美味しいお酒飲んだら大丈夫。そうね、うん、時間が解決する。確かに。メンズは絶対自分から謝った方がいいと思う。女性はね、なかなか謝らないから、うん、謝りません。私は。そう、自分どんだけ相手が悪いと思ってても自分から歩み寄らないと、はい、なかなかちょっと溝が下がらないから。これ大事なポイントです。いや、でもストレスはたまらないそれで。基本ストレスたまらない人だね。これはでもパパから教えてもらいました。ワイヨパパから教えてもらった。自分から謝れって、うん、男は絶対自分から謝るとダメだよ。素敵な教育方針。教育方針、うん、そんなもんか。だって年上年下あるある。私は今21歳学生で5つ上の彼氏がいますが、どこにいても体力の差が激しい。これ逆ね、彼氏が年上ってことだよね。体力の差が激しい、うん、彼氏がすぐ疲れちゃうってこと。そうじゃない。あ、私たちはどっちもおじいとおばあだから。いや、でもあなた体力ないよ。私は運動しないからね。体力なくはないんだけどな。え、でも旅行とか行ったら疲れちゃうじゃん、あなたの方が。疲れちゃうとか、飽きちゃうでしょ。そう、飽きちゃう。なんで飽きちゃう。気疲れしちゃう。気疲れしちゃう、人に。人が多いんだもん。じゃあ島に行くしかない。誰もいない島に。そうだね。物理的な体力はもうすごいから。うん、家に歩けるからね。いいね。毎週だって。何歩歩いてたんだっけ、前仕事とこで行ってる。どこで行ってるとき2時間。2時間毎朝10キロだよ、10キロ。それ何日間続けたの。それでも2週間ぐらいじゃない、さすがに。いや、2週間さ、朝行きと帰り2時間ずつ歩く人いないよ。4時間でしょ。4時間、4時間で5。ハードなダイエットしてる人。今も1週間で10万歩ぐらい歩いてるから、全部で。すごいよね、アップルウォッチ見ると。健康的だよ。歩かないとなって思うけども、今はもう暑くて歩けない。夏だ、夏だね、もう夏、いいね、夏だよ、もうだからさ、うん、この質問してきた人たち、うん、人たちはさ、これから夏を過ごすわけよ、もう、うん、青春よ。みんな頑張って。キラキラの夏を過ごして。あとは好きな人が笑うと悩みどうでもよくなる。
これはわかる。すごい、なんかかわいいかわいいね。好きな人っていいね、好きな人がいいね。なんか学生好きな人がある、うん、かわいいね。おじいだよ。片思い、片思いみたいな。そうなんだ、アラサー女子どうなんだろうね。私はもう20代後半になってから片思いみたいなのできなくなっちゃったの。できなくなっちゃった片思い、確かにな。大人になるほど難しいね、うん、だってさ、きついじゃん、好きになってから振られるのどんどんやっぱ計算高くなっちゃうんだよ、ね、うん、そう、だからもう好きになる前に諦める術がやっぱ身についてしまうから。好きな人がいる、素晴らしい、素敵、うん、すごい素敵。や、最後かな、あるある最後、うん。ゆこさん、はじめまして。漫画の投稿を楽しく読ませていただいてます。私もゆこさんと同じく3個年下の彼がいます。出会いも一緒の会社で飲み会をきっかけに仲良くなり、プライベートで遊ぶようになりました。今年で付き合い始めて4年経ちました。4年、多い。あるあるとは違うかもしれませんが、彼にはよく年上ってことを時々忘れると言われます。私も年下ってことをよく忘れます。彼が長男、私が末っ子ということもあって、か、私が不安定な時に彼が年上かのような包容力を見せてくれることがあります。学生時代の話をすると3年の差を強く感じる時があります。当時流行ったアイドルゲーム、映画の話をすると、彼が学生時代に夢中になったものはその時私社会人だったなと温度差を少し感じます。わかるわかる。そう、やっぱさ、3つ違うとさ、その高校だったら中学なわけじゃん。中学だったら小学生なわけよ、うん、ってなるよねってなるね、うん、だってさ、もう中学生の時にスマホあったんでしょ。中学生、そうだね、中3だ。 あんま言うと年齢わかんないそうだね、びっくりしちゃうよねスマホあったね、うん、私は持ってなかったけどね、うん、もう最中学生やガラガラ携帯でしたよ。ガラガラ携帯、うん、ガラケーガラケー。でもあんま年齢はそうだよね、忘れるよね。年齢は忘れるよ、うん、関係ないからだって。特になんか同期だしな、うん、年齢を気にしたことないもんな、逆に、うん、私はずっと気にしてたけどねもうびっくりしちゃったもんだって。付き合い始めた時だって、だって20代前半なんだからさ、家ってなっちゃうのまあ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 、うん、そんな、でもまあまあまあ4年も付き合ってるわけでしょ、うん、逆にいいやん、うん、そんなそのゲームがみたいな、うん、そういう発見もあるよ逆に確かに新たな発見ってあるよ、年の差だからこそ、うん、だってドラクエやったことなくてもドラクエにハマるかもしれない、うん、そういうことこの時ハマってたこの曲なんだよねって言ったら、うん、めっちゃいい曲やんってなるかもしれない。確かに、ギリギリそのかぶるかかぶらないかぐらいの年齢差で、ね、3歳って、うん、絶妙だね、うん、3歳。私たちも3歳って言ってる？言ってるよ。あ、言ってる今言っちゃったけど、うん、いいね。読めたかな、全部読めたね、うん、ちょうど1時間ぐらい。ちょうど1時間ぐらいだった。1時間よ、いいね、うん、ちょうどいい。どうだったかな、うん、どうだろう、ちょっとなんか音の大きさとかが一番気になる、うん、大丈夫かな。後でまたアーカイブを見て、うん、どうでしたかね、初回の花金ライブは、うん、いいか。でもいっぱいコメント来た ね、ありがとうございます。次のテーマどうしよう、恋愛について喋っちゃったからさ次のテーマがむずいね、うん、恋愛について。なんかみんなの面白い話を募集したけどあるかな面白トーク、うん、これ言っとけば間違いないむずよくないね、これ職業柄ちょっとやっぱ何個か持っとかないとって思っちゃうね職業柄なんかちょっとまたテーマ考えて、
インスタのストーリーにあげるんで、うん、でも別にテーマに沿ってなくても、なんか、うん、何でも、何でもいいです。質問でも、うん、なんか聞いてみたいこと。でも DM だとどうなんのかな、どっちがいいんだろう。別にどっちでもいいか、質問箱みたいな。まあ、DM でもいいし、うん、YouTube のコメントでもいいし、うん、岩猫さん、あ、質問読んでいただけて嬉しかった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでまた次は、うん、再来週だかな。24、6月24日の金曜日に、うん、もうちょっと多分早い時間に、うん。寄る予定です。みなみなとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。予定なんでまた、うん、いろいろ DM 送っていただければと。はい、何でもください。こんな感じで。そうだね、はい、これどうやって終わるの。これでいいのかな、うん、これでアーカイブちゃんと残る。残る。そうしよう。じゃあみんな良き土日を楽しんで、はい、お過ごしください。お仕事の人頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。さようなら。はい、また聞いてください。おやすみなさい。